ドリネル・ムンテアヌは、ルーマニアの元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは、MF、DF。ムンテアヌは1986年に2部リーグのメタルルボチ社で選手経歴を開始した。その後、いくつかのルーマニア国内のクラブを渡り歩き1991年に、強豪のディナモブカレストへ移籍。1993年以降は国外へ活躍の場を求め、 ベルギーのサークルブルへ、1995年に、ドイツの1、FC ケルン、1999年から2003年までは、同じドイツの VFL ボルフスブルクでプレーをした。2003年、35歳の時に、ルーマニアへ帰国し、ステアウアブカレストへ移籍したが、クラブの首脳陣と対立し2005年に対談。ステアウアを対談後は、 選手兼任監督となり、ルーマニア国内の複数のクラブで指揮を取った。ルーマニア代表としては1991年5月23日のノルウェー戦で代表デビューを飾った。ムンテアヌは、左サイドバック、左サイドハーフ、攻撃的 MF などの様々なポジションをこなすユーティリティプレイヤーとして重要され、1994年のワールドカップアメリカ大会、 1996年の欧州選手権、1998年のワールドカップ、フランス大会、2000年の欧州選手権に出場した。2001年に敵地のブダペストで行われたハンガリー戦で100試合出場を達成し、4年後の2005年にはゲオルゲハジの記録を更新する126試合出場を達成した。ムンテアネは2007年に代表から退くまで、 ルーマニア歴代最多となる134試合に出場し16得点を記録した。2008年9月からは、ウニベルシタテア・クルージュの選手兼任監督を務めて、板が7試合の指揮を務めた後の10月に辞任。同月27日に、マリウス・ラカトゥシュの後任として、ステアウア・ブカレストの監督に就任した。しかし、リーグ戦では、 不心が続き、UEFA チャンピオンズリーグ2008から09では、再開でグループリーグ敗退に終わると、同年12月16日に解任された。2009年から2012年までは FC をチェルル、ガラツェを指揮し、リーグ優勝や UEFA チャンピオンズリーグ出場を果たした。2012年11月から12月まで、ディナモブカレスト監督となる。 海外での指揮を望んでいたため、ロシアの FC モルドビアサランスクのオファーを受け入れ、監督に就任したが二部降格となった。2013年8月には、クバンクラスのダール監督を務めたものの、10月に成績不振で退任。ドーリネル・ムンテアヌ、センチュリー・オブ・インターナショナル・アピレンスス、ザルック。 スポーツ、サッカースタティスティックスファンデーション、http://www.rsssf.com スラッシュミセレニアススラッシュ munteanu-intl.html ステアは、ラカトシュ前監督が復帰 -uefa.com 2009年1月15日、閲覧、元元ありがとうございます。